ピオキングです。今日はですねトロールコースと世界のコースやっていくんですけど、今日の一発画面は一発画面じゃないね今日の一画面コースはですね2クラウズ、一回地面から離れたら着地しないでゴールね。え、これ走っていけばいいだけじゃないのこれ。うわなるほど、これをどうにかして避けなきゃいけないってこと。これ相当ギリギリでしゃがんだらいいだけじゃないのかな、違うのかな。いくよ、はい、なんで、うわこれむずいね。思いっきり助走つけるわ、助走つけて、はい、いや待って、マジ無理なんだけど。それか逆に捕まっていくみたいな、こう、いや無理だよねやっぱり。やっぱこれ捕まったらダメばい。いやこのコースなんですけど、さっきからね何回もこう一番左からこうギリギリまでこうやって狙っていってもね、やっぱクリアできないんですよね。ダッシュして右にギリギリのところまで行ってもこうやって捕まっちゃうんですよ。なんでイメージ的にはしゃがんでからのもう一回しゃがみ解除してダッシュ押した瞬間またしゃがむみたいなだと思うんですよね。それを瞬間的にやれみたいな感じと思うんですよ、今みたいな感じ。いや多分それでいけると思うんだよな。走ってここ来た、見た見たいや今のですよ、これが正解なんだね。いや分かったらめっちゃ簡単だなこれ。で今日のトロールコースなんですけどね、バレットビルズエバーラスティングトロール、もうめっちゃかっこいいよね。でやっぱりさアメリカの方なんですよね。なんかやっぱトロールってさアメリカの方が作ってるコース多いと思わない？アメリカの方って多分あれだよ、ジョークとか好きそうだもんね。まあ偏見かもしんないんですけど、それじゃあ早速やっていきますか。まあ、アメリカ VS 日本だね。日本人代表のトロールコースターとして。なんだトロールコースターって。とりあえずこの辺追っておきますね。大丈夫大丈夫。あ、ここであれがあるのね、丸太が。そして右下に足場があるとは思うんですけど、ちょっと待ってくれ、先の足場見せてくれって。この辺で待っておいて、土管から出てくるねあのブラックパックをやり過ごしましょう。出てきた、さあ耐えるがいいザコメ。おはははは、早くない出てくるの。それじゃあ次こそ失敗しないようにいきます。一回ジャンプしよう、ここでジャンプしてこう。あぶねえ、ギリギリだったね。じゃあこのドア入りましょう。このコースなんかねクリア率はそんなに高いっていうわけじゃないんですけど、めっちゃなんか難しそうだったね。ちょ大砲出せ。それじゃあここなんですけど、大砲出さないっていうことが分かったんで、このまま右ね、オッケー抜けた。まあ、クリア率はねこのコース 1.5 ちょいぐらいだったっけな、なんでマジですか。あのガリガリの左下になんかあるんだろうね。っていうことね、この一番最初のあのガリガリがあるじゃん、ここの左下になんかあるはず。いや来た、これこのドアで合ってる。いや分からんやろ。じゃあ次に行きますか。待って、これは危ない、ジャンプ危ねえ。よしこのまま右行く。これは待って、早く入る。あっ、ここねパックンが降ってきてたんですよ。なんでパックンより早くドアに入る。ちょっとその右にあんのか。パックンはねこのままやり過ごそう、多分勝手に閉じ込められるでしょう。オッケーオッケー、一旦一番下まで見ますね。あ、こっちにあるよ、見た、多分これが正解だよ。制作者そんなこと引っかからないんだよ。オッケー、このまま、あ、水中じゃん、なんか初めてじゃない？トロールコースで水中ってあんまり見かけないような気がするんですけどね。待って、どっから行くのこれ。あ、こっちね。で、中間ポイントはどっから取るんだろう。なんかこれヒントっぽいよね、なんか黄色の土管だったら黄色から出るみたいな、で、緑の土管は緑から出るみたいな、ちょっとわかんないんで。そしてね、この土管しかないんですよね。ここ行きますか。これは、あ、中間ポイントあるよ。一旦、落ち着こう。落ち着いて、早く行きます。来た！うまい！今のめっちゃうまくなかった。ほら。ほらってちょっとよくわかんないんですけど。今のうまかったよ。ちょ、カキ！じゃあこのカキ棒はね、ジャンプしてやり過ごそう。オッケー。で、このまま右ね。これどうするんだろうね。一旦、ここに乗ります。で、このまま右行きます。来た。これは下かドアか、下行こっか。見えない方の方がね、なんか怪しいんですよね。ノー次はドアに入ります。それじゃあここはですね普通に行きます。で、ここは
どうしよう、逮捕に乗っていくのかな。ちょ、早い来ない。ちょ、ちょ、タイミングがわかんねえ。次3つあるよ、ちゃんと。来ない。オッケー、よしよし。これは下になんかあるんでしょうかね。あ、なんもないね。毒の沼の下になんかあると思ったんですけど。じゃあこのまま、どれ、こう行けばいい。待って、こう左ちょっと隠れていい。大丈夫。ちょっとーやめて。右に行けばいいのか。それじゃあここ右だね。いや違う、この隙間に隠れよう。多分これでいける。オッケーオッケーオッケー。そしてこのまま右でオンオフしよっか。これでいい？本当にこれでいいのかな。このまま左行く感じかな。オンオフして、あ、なるほどね。ここが開くんだ。なんかさっきここパウブロックなかったっけ。で下に入る。なんか左なんか罠が2つぐらいあったんですけど、これはこんな感じ。ちょっ、この土管に入ったら右に行けるみたいな感じだったよね。オッケーオッケーオッケー、これでいい。これで多分大丈夫。すげえ回ってんな、キラ。待って、これパウ、え、マジで上なんかある。あ、なんかある、なんかある。なんて書いてる。 Go back in、 もう一回黄色の土管に入れみたいな、多分そんな感じかな。待って、ロケットで犬が飛んでる背景。そんじゃね、この黄色、黄色の土管入ってもう一回戻れみたいな感じでしょ。もう一回戻ってみよっか。あ、これでパワーブロックを持って下に行け。多分こんな感じでしょう。なるほどね。いや、よく考えられ。ちょっとさっきと違うやんか。それじゃ、このパワーブロック持ってすぐ右に行く。どっちに行けばいい。左に、いや、左に行こう。よし、オッケー。あ、こっちで当てた、当てた、当てた。で、ここでパワーブロック発動させてパックを倒します。来た。なんかずっと回転してて、あのキラーね、ずっと。うわー、悔しい、このパック。え、じゃあこの土管入ってすぐ下に行けみたいな、右に避けるね。オッケー。で、中間ポイント、よし。これは左と右どっち行けばいいんだろうね。とりあえずもうここいるんで赤の方行きますね。赤の方行ったら、うわー、全然よくわかんないね。なんだこれ。は、なんこれ。もう一回赤の土管行ってみます。パウブロックんとこ行こう。ここに避けておこう。で、このまま左に行く。で、もうこれしかないもんね。やること今のしかないもんね。うわ、どうすればいいんだろう。めっちゃ凝ってるよね。あ、ブブーって言われた。え、うーわ、ちょっとこれは戻れないな、さすがに。このまま右行ってみる。あ、でもピンポンって言われたね。うわ、どうすればいいんだろう。ちょっと上のパウブロック取るね。来い。え、やっぱさっきの羽いるんか。上から行ってこう取ってみよう。オッケーオッケーオッケー。で、どうしよう。このまま右でいいんでしょ、きっと。多分こんな感じで右に行って、うわー、怖え。待って、なんなの、だいたいなんであそこ。ちょっとでかいでかい。それじゃあもうマント出さんでいこうね、怖いんで。オッケー、ここのブラパは抜けましたね。で、鍵がいる？どっかに鍵があるのかな？まあいいや、一旦わかんないんで、このドアに入って。あ、左下、あれ絶対ヒントでしょ。マントがあって、その左下に土管がある。多分そこになんかあるみたいな感じ。そしてこのスターはなんだ。これはどうする。また死体級的な感じか。風邪魔なんて。それじゃ、この羽を取った後に、まあ、緑土管って言ったらここしかないもんね。この緑土管入ってみようか。じゃあなんか変わってるみたいな感じかな。どうなんだろう。あっ、あ、なんか、あっ、鍵手に入れたね。この鍵であそこに行けばいい感じで。よっしゃ、行きましょう。来た。これでどうなるんだろうね。4つの缶あったからね。待って、意味わかんない、意味。ちょっと。なるほど、左下に寄ればよかったんで、左下に寄ってこ、ここに寄っておきます。多分これで大丈夫、大丈夫だよね。オッケーオッケー。そしてこれは爆弾を発動させ、そこで発動させてんの。大丈夫、ここで絶対大丈夫じゃないよね。あ、大丈夫、大丈夫ですか。こっちは正解。
あ、なんかヒントになってるっぽいね。さっきのところだよね。爆弾があって右に、とりあえず爆弾で右下のブロック壊さんことにはちょっとわかんなくない？そう、ここ壊さんとわからんよね。なんですぐ、ちょっとむずけーこれ。オッケーオッケーオッケー。うわ、え、うわ、中途半端すぎ。待って、中途半端すぎ。いや、いけたいけた。これで合ってんじゃない？ねえ、多分これで合ってるっぽいね。あ、どうせマントのままじゃいけないもんね。あ、待って、これゴールじゃん。オッケー。ちょ、やめて、ゴールでしょこれ。あれ、ゴールだよねこれきっと。あ、なんかキラーがめっちゃ出てきてる。これ全部大砲が出終わってからゴールできるんじゃない？長くね。早くゴールさせてくれよ。来た、なくなった。あ、ざまいやー、これはちょっと難しかったですね。いつもだったらね、最後のブンブン引っかかるとは思うんですけど、まあ今日は引っかからんかったね。まあ引っかかった方がね、動画的には美味しいかと思うんですけど、たまにはこういうのもいいかと思います。それじゃあご視聴ありがとうございましたって言いたいところなんですけど、まあ、さっきね2回目の中間ポイント取ったところがあるじゃん。あ、土管が4つあったと思うんですよね。上と左と右と下、まあ、それのね左に僕入ったんですけど、右と下なんか気になんない、まあ、めっちゃ気になると思うんですよね。だからそれをねちょっと見に行きたいと思います。そう、ここの中間ポイントなんですけど、これの右と下があると思うんですよね。この下まずパックンが出てくる。あ、こっちは何もないのね。で、右は何もないんかい。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。